俺はブラックマジシャンを救いたい。どうも皆さん、リュウです。さあ本日なんですが、以前ご紹介したエバリーブラマジっていうデッキ、皆さんご存知でしょうか。結構ね、反響をいただきまして、いろんな方にね、KC ファースト突破したよとか、キングになりましたみたいな報告をいただいて嬉しかったんですが、ブラックマジシャンがですね、見事ね、リミットをまあガチガチに固められまして、まあロット、それからまあナビゲート、それからまあこのイリュージョン、結構ねリミットかガンガン被ることになるんですね、これからね。で、もちろん成功率が下がると、ナビゲート陣ナビができる可能性が下がると、そういうことが起きた場合にやっぱり初動をね担保しないといけないわけですよ。ブラックマシャンデッキちょっと初動率下がるんで、なのでじゃあどうすればいいかっていう時に、やっぱ目ブックで1枚初動できるのがやっぱ強いと俺は思っていて、でそれを今回はなんだろうな、リメイクしてきた邪道メブクエバリブラマジ回です。デッキ名はどういう、まあ、動き方をしていくかっていうと、これまあ前回の動画見ていただいた方だと分かると思うんですけども、これねリンクスねぶっ壊れスキルがありまして、墓地より芽吹くものっていうねこのスキルがあるんですけれども、ダークバージャーが墓地に置かれていると。で、このダークバージャーが墓地に置かれているとこのスポーは1枚がなんとねエバリーとねゼンマイティに変わるっていうマジでぶっ壊れ展開があるんですよ。スポア出して、御用御用からの御用御用2体でゼンマイティで、ゼンマイティでゼンマイマジャン出してきて、スポア効果で墓地から蘇生して、で4と3になってるスポアでエバリー出すっていうぶち壊れムーブがあるんですよ。でこれに今回はトランペッタを1枚入れて、で6も一応出せるようにして、こいついた時に衝動になるようにね。で邪魔であったゼンマイティとかを、まあ、ドキュー部隊とかエネコンでパクって相手のモンスターパクるんだよ。そういう動きを入れてきました。でもちろんねその動きにプラスして陣ナビできるんだったらめっちゃ強いと。でねこのデッキねやっぱりね高校に弱いですね、非常にね高校に弱い。展開するデッキってやっぱ高校に弱くなっちゃうんですよ。どうしてもその罠とかの妨害があるんで、だからそういうのを対策するためには局所とか、あとコズミックサイクロンとかを積まなきゃいけないんですけども、積んでる枠ないんですよねだから先行はかなり強いけど高校にちょっと弱くなったみたいなデッキだと思っていただければ、まあデュエルリンクスのデュエルキングぐらいだったら多分慣れると思うわ。そのぐらいの強さはあるかなと思いますが、まあちょっとやっぱ今までよりは弱くなったかなみたいな感じですね。陣ナビができるようになった感じはあるんでね。はい、早速救っていきましょう。ちなみにこのデッキのブラックマジシャンはこいつとこいつなんで、こいつこいつか、黒くて魔法使いなんで、これブラックマジシャンです。これデュエルスタンバイ。さてさて、邪道ブラマジをねぶん回していきましょう。ルアちゃんよろしくお願いします。デュエルをスタンバイ。ブラックマジシャン結構いじめられてるんですよね。もう主人公バリアなんていうものは存在しなかった。もともとねブラックマジシャン主人公カードなんで主人公バリアで守られてるみたいなこと言われてたんですけども、だからもう規制ないみたいなね。さすがになんかブラックマジシャンってさ罠デッキだからさ、もともと制圧テーマなんですよ。先行制圧テーマなのでやっぱねどっちかっていうと、まあもちろんその主人公カードなんで好きな人は多いと思うんですけど、ちょっと嫌われがちみたいなところはあるんですよ、ぶっちゃけね。なんでちょっとそこはちょっと仕方ないかなみたいなとこあるんだよな。陣ナビされてさ、だコズミックない場合って本当すぐ負けんじゃん。そういうこと。さあとりあえずエバリー出して OK で、インステッセット、イリュージョンセット、エンド、もう悪くないですね。ハンドは、まあ、ちょっとバック除去は若干辛いが、さあどうする。意外とねこのエバリーさん処理するの大変だからね。インが切断となければ、あちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいね。これイリュージョンマジック打って、でブラックマジック持っていきましょう。2枚で装備してからでいいや、装備してからでいいや、装備カードを1枚もうちょっと送っていいよ。装備、はい OK です。天命の石鹸装備した、でインが切断する、でブラックマジシャン捨てる、撃つでコスト墓地には魔法使い2枚、はい対戦ありがとうございましたこれがブラックマジシャンデッキだ。さあお相手の方パンドラ選手よろしくお願いします。デュエル3倍マーキーカード、あこれブラックマジシャン使い同士の対決っぽいな。これ1回でもこっちから行くか、
こっちからやな。ちょっとね、何もね、2枚パーツ揃ってない場合はさすがにこれ揃わないんですよ、ロット1枚では。ジンで何持ってきても無理じゃないですか、このナビゲートを持ってきたところで。だからこれはこういきましょう。で、ご用 D、 はい。で、黒いからこれブラックマジシャンって呼んでるんだけど、これがブラックで、これがブラックなんですよ。で、ゼンマイマジシャンの効果でマジシャン持ってくじゃないですか、これ。これがブラックマジシャンです、これ。これがブラックマジシャンデッキ。はい。で、スポア効果。で、さらに魔法使い並ぶじゃないですか、これ。黒い横にね。黒い横に最強の、マーキングカードだから、多分こうして、これさすがにこれ強いと思うんだよな。でも。ジンとか、辛いですけど、普通に。普通に辛いですけど、まあなんだかんだね、こっちもインカセスあるし、まあ悪くはないかなって感じで。一応ドキューとかないので、ジンは止められないから、そこはちょっとあれだな。ドキューがよかったね。ここ多分ドキューだったらジン止められてたから割と強かったと思うんだけども、インが切断なので、さあ本物のブラックマジシャン使いを決めようじゃねえか。いやー、これドキュー欲しかったな。めっちゃドキュー欲しかったわ。うーん、オッケー。デッキの上一番上ね。オッケーオッケーオッケー。しかもね、ブラックマジシャン何が厄介かってね、やっぱりね、このナビゲートがね、これね、今ね、まだね、その、12月の15日だっけ、リミット規制されんの。あー、押せんだよな。一発押せんだよな。だからね、12月の15だから、ちょっとまだね、そのね、いわゆるそのツイート、うわー、強い。インガスなんか、これが土球だったらね、土球だったらめっちゃ強いんですよ。くっそ、まあ、いいか。しょうがないね。じゃあ、トランペット出しても見ないんで、マジシャンズロット召喚効果で、ジン持ってきましょう。相手もビビってんだろ、多分な。相手も、あ、何ってなってるんだろう、多分ね。なんでってなってるんだろう、多分ね。なんだ俺の息ってなってるかもしんない。で、ブラックマジシャン出てきて、タンドは全部使い切った。で、多分イリュージョンは入ってないと思うから、ブラックマジシャンだろうな、多分。マーキングカードで、そうだね、ブラックマジシャンが出てくる。で、これはさすがに、まあでもジンだよね。ジン除外すればよかったのにね、相手ね。これでなんかバック除外するのかな。多分ね、これね、ジンまで待ってよかったっすよ、あなた。多分。で、ジンか、なんかを除外すれば、あ、でもそっか。あれか、そこがナビゲートかもしんないからと思ったのか。なるほど。確かにスロープリングあるな。これがナビゲートかもしんねえもんな、全然。で、黒の魔導陣発動。なるほど。イリュージョンマジック。イリュージョンマジックっぽいね。イリュージョンマジックで、ブラックマジシャン持ってきて、で、なんか、土球でお茶濁すみたいな感じだろうね、多分ね。ちょっと辛いですけど、ハンド的には。土球止められるし、ちょっと辛いけど、まあ、なんとかしましょう。さあ、なんとかしましょう。まあ言うて相手もデッキトップ1枚だから、ここでロットとかめっちゃ強いけど、ここでロットとかめっちゃ強いし、やめて。杖は。さあ、バトルフェイズ、オッケーオッケー、危ない危ない危ない。これ、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 まだ耐えた。オッケー、そっちかナビゲート。は。え？それ飛べてくるのめっちゃありがたいけどね。なんでナビゲート使ったんだろう。謎のナビゲート。エアプか？ブラックマジシャン、エアプか。パンドラ、パンドラ、お前、それ、お前のデッキだろ。ドッキの方が先でいいよ。で、こうして、前飛ばせるか。前飛ばして、で、ブラックマジシャンサーチしといて、で、圧縮しといた方がいい気がするんだよな。これ、トップブラックマジシャンビキとか弱いもんね。さすがに。圧縮しときましょう。で、何引きゃいいんだろう。まあ、ロットかナビゲートが引けたら強いけど、どうでしょうか。あー、ロットなかったわ。これナビゲートがトップにあれば、神ゲー。はい、神ゲーした。おい、さあ、盤面逆転だ。ガード1番セット、何しろ。これでなんかあれでしょ、車椅子のベールみたいなの引かれても大丈夫みたいな感じでしょ。まあ、ジン2枚貼ってあるからね。さあ、さあ、コズミックサイクロンいいでしょう。さあ、コズミックサイクロンの効果で、何を除外する。まあまあまあ仕方ないよね。でナビゲート発動。さあ魔法トラップを止めることはいけないが、てめえの魔導陣は除外させてもらうぞ。立てな。ほいほいほい。さあマーキングカードでは採用できない最強のモンスターが俺のデッキの中には眠っていたな。
マジシャンズロットの方が発動したのか。これロット発動したらばいいか。これ突破できないっしょ、さすがに1枚では。相手イリュージョンをオッケーで、マジシャンブロック以上の効果発動しない。さあどうするんでしょうか。さあパンドラ戦士、これは厳しいか。そして、ロットを召喚してロットの効果発動。ロットの効果によってナビゲートをもちろん持ってくる。さあこれで次のナビゲートも整ったぞ。攻撃強者バトルフェイス対戦ありがとうございました。本物のブラックマジシャン使いは俺だったようだな。さあお相手の方、チョコラブさん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。久しぶりにシャーマンキング読み返したくなるよね。チョコラブとか言ってるとね。シャーマンキング延命伝導は来た。やべえ最強カードだ。デッキからラバーとなってたモンスター2体を墓地に送る。やべえ最強カード来た。で炎熱伝導馬の効果で宿女と侍女来た。女子会だ、墓地で女子会始まった。さあ侍女効果で侍女落として、侍女効果で侍女落とす。出たー幼女来た。宿女侍女侍女幼女ってことは多分侍女引いてんなお前。さては手札に1枚ぐらいファイアーリロード。おーいいじゃないか、なかなかいいデッキだ。多分この動画の前に多分動画にしてるんでよかったら見てください。ラバルおそらくなってると思うんで多分。さあ伏せカードなんだ、なんでもねえのか。ほんととりあえず魔導陣を打つぞ。魔導陣を打つぞ。コズミックサイクロンか。ほんと一旦黒の魔導陣を発動するぞ。そしてあーいやトランペッターの方がいいか。こうだ、出た。さあロット召喚、ロット効果。さあどうする、イリュージョンマジックを発動して、ちょっと魔法トラップゾーンめっちゃ埋まっちゃうな。エネコ移植せたいんだけど、ここでバトルするしかないね。で、バトルフェイズ、ゴー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 1600点、ゴー。やべえ、それはやべえ。逃げろ、イリュージョン。で、マジシャンズロットをリリースして、ブラックマジシャンを手札に加えるか。いやー爆発やばい。爆発はマジでやばいんですよ。爆発はマジでやばいんですよ、あのカード。今ね4枚破壊できます俺。爆発マジでやばくて、墓地から除外したラバルの数だけ相手のカードを選んで破壊するとかいう、マジでやばいカードなんですよあれ。いやキャノンやめて、キャノン召喚マジでやめて、キャノン召喚やめて、やめて。俺死ぬ、これ死ぬかな、俺死ぬのかな。これラバルバルドラグーンだと死にそうな気配する、死にそうな気配するよ。じゃあやばい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 、ロックでしょ。これマジでドラグーン、これ来るよ、これドラグーン。うーわ死にそう。いやでも言うてコストがなければ、レベル5が入ってなくてコストがなければいけるんだよな多分。ラバルバドラグーン OK です。ラバルバドラグーンの効果で、ラバルを持ってきてラバル捨てるっていう効果ですね。これで、5を持ってきて、なんか5じゃないやつ捨てられたらもうおしまい、一貫の。それはもうバーニングナックラベールがいないと。っていうのに。あー、砲兵これやばそう、ちょ、ガチでやばい。砲兵持ってきて砲兵捨てる、うーわ。誰でしょう、レベル5特殊感でしょ。あ、生きた生きた、奇跡起きた、生きた、つえ、めっちゃ光ってる、めっちゃ光ってる、めっちゃ光ってる。これなんだろう、めっちゃ光ってるぞ。おい、また2枚目のエンジン爆発とかないよな。2枚目のエンジン爆発したらさすがに俺切れるぞ。こうだろ。で、セット、セット。いや、ハンド結構強くねえなって俺やってること。かなり。ちょ、やめろ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 。やめろよ、やめろよ。それはずるいだろ、ふざけんなよ。やばいってこのカード、ガチでやばい、やってること。ちょっと待って、やばいじゃんこれ、これやばいわ。エンジン爆発とかいうぶっ壊れカード、いつの間に実装されてたんだよってみんな思ってるぞ今多分。サイクルエムロード強いな、盤面強いな。ラバル環境トップかこれ。